はい、で続いて2冊目ですけどね、続いて2冊目がですね、これ結構興奮した本なんですけども、今日の2冊目は R.D. レインで、引き裂かれた自己分裂病と分裂病室の実存的研究ですね。はい、分裂病だと言われ、ちょっと俺もそれに負けてらんないと思って自分で研究してやろうと思ってその研究してる本を読んでみたってことなんですけども、でまあ、レインさんっていうのはイギリスの学者さんですね、精神科医の人で軍隊とかでも精神科医やってたらしいけど、お医者さんやってたらしいけど、でレインさんの主張っていうのはこうその患者さん云々もそうなんだけども、こうこれあれですよ、適当な話ね、あの本当にあの家畜人やプーばっか読んでる男の話だと思って聞いてほしいんだけども、こう環境を割とこう整えるというか、あの最初の方の冒頭の方で書かれてあったのが、分裂病の人とかっていうのはその世間の人が思ってるよりかはそんな接しづらいもんじゃなくてそんな特別なもんじゃねえんだっていうようなことを、まあ、レインさん言ってるらしいんだよね。で読んでて、まあ、その分裂病っていうのはまあこういう原因でまあ起こるケースが多くて、でこういう症例が結構多いかなっていうのをこう症例をこう元にいろいろ紹介していくんですけど、ちょっと読んでてさ、やっぱりその精神の話って割とその僕がちょっとこうたまにかじるようなこう哲学の本とかとも結構絡んでくるでしょ。精神科医とか精神病についてっつうとこう例えばどうなんだろうな、まあ、社会システムとかっていう話にもちょっと絡んでくるというところでいろいろ面白かったんですけど、でちょっとレインさんが引用してたのでビトゲンシュタインの話っていうのが出てくるんですけど、でビトゲンシュタインが言ってると、つまりその自分の悩みっていうのは他人に解消してもらえないし、他人の悩みって自分は解消できないんだっていうことを言うんですよね。でこれ結構ね、僕この間マイクと喋ってて俺最近その言葉すごい思い出すんだと、でなんかとても救われるんですよその言葉聞くと本当。で最近その芸能系のお仕事を始めたから、いろんな、まあ、見てもらっていろんな人からいろんな意見来るわけ、そうすると結構タフな時もあるわけですよね。でなんか集まろうって言った時もいろんな意見が出てきて、たまにもう自分が分かんなくなっちゃうわけよ。そうするとでよく言うのが俺の悩みだって話するんですよね僕本当に。あのそうすると、まあ、僕今仕事探しててっていう話とかもさ、まあ、友達によっちゃ心配してくれて言ってくれてるんだろうけども、いやこういう仕事やった方がいいとかそういうアドバイスくれる時あるんだけどさ、それ実は言うと僕いらないんだよね、すごくいらないんだよね。あの具体的じゃないからさ、でだからそれでやっぱ凹むのよアドバイスって、タイミング悪いとなんか、ね、なんかつまんねえなって思っちゃうっていう、なんかこう小石ちょっとぶつけられたような感じっていうかさ、でそんな中でこういう本読むとさ、俺って基本的にやっぱ一人だろうって思うんだよね。俺は俺だっていうふうに当たり前なんじゃないけど思うんですよ。でそんな中で俺の悩みは彼に解消できないし、彼の悩みは俺に解消できないって、これでも突き詰めて人間って分かり合えないものだっていうと、俺そこまで言ってんじゃないんだよね。これあのなんつうの、こうそれぞれだってことなんだよ、それぞれの形があるだろうっていうことをだと俺は解釈するわけ。これをそうするとさ、なんかいろんなこと起きても一人だよ、俺は基本的に俺は俺の考えでしかないっていうふうに思うと、デカルトの言う我思うゆえに我ありってことなのか分かんないけど、いろんなこと考えちゃったけど、すっごいいいっすよね。で分裂病の人って言って、そうすると原因があるっていうんだよね必ず。やっぱりレインさんがそういう症例を紹介してからだけど、やっぱそうすると家族との関係性がやっぱうまくいってないっていうんだよ、大体ちっちゃい頃からので、それがやっぱりストレスとして溜まって出てきちゃうっていうわけ。そうするとストレスをやっぱ自分に溜めない方法っていうことを考えたりしますよね。なんかでいやちょっと話がちょっとうまくまとまらないですけどもね、あのとにかく自分はやっぱり良かれと思って人に何か言うってのは避けてってことですよね。やっぱりあの俺彼じゃないから、俺の考えではね。だから具体的に助けられることもあるでしょ、それは。例えば仕事探してるって言った人に、あこういう仕事あるけどどうとか、
まあ今日金ないんだけどとかって言ったら、いやじゃあ俺昼飯代出すから行こうよとか、そういった実際的なことなら助けられるかもしれないけど、やっぱ精神っていうのはちょっとやっぱ触れるってのはやっぱ避けたいってのは常にありますね。自分自身も他人に対してもね、分かんないんだもんね、本当にどういうものでどういう構造で動いてるかってことは分かんないから、そういうこう自分はそういう考えでいたいけども、たまにやっぱそうじゃなくなる時があるからね、そうじゃない人と会う時があるから、たまに辛くなっちゃいますよね。でもいやーなんだろうな、実際具体的な症例を出してってやっぱうまいと思いました、すごい一冊の本として。でずっとやっぱ改善していくんだよね、彼らがきっと少しでもさ、なんかそういうの読んでるのすごく楽しかったですね。まあレインさんって人はすごく変わり者だった人だったらしくて、なかなか気難しい人だったみたいだけどね、本当約束取り付けてもいきなり会ってくんないとかそういう人だったらしいけども、本人が分裂病とかではないけどもね、やっぱ変わった人だったらしいね。だからユングとフロイトの話聞いてもそうだけど、やっぱこういうのやる人ってちょっと影響されるのがちょっと変わった人多いですね、本当にね。まあとにかくちょっとですね、まあ分裂病についてっていう本ですけども、結構分かりやすく書いてありますから、いろんな人の引用だったりいろんな作品とか引用して書いてありますから、ちょっとですね気になった人ちょっと読んでみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、 R.D. レインで、引き裂かれた自己、分裂病と分裂病室の実存的研究でした。